皆さんこんにちは、ルイです。ご無沙汰しております。なんか私がどう失礼しました。私が動画を上げ始めようとすると、なんかね体調悪くなったりするんですよね。なんだろうね。はい、わざとじゃないの、わざとじゃないんだけど、よっしゃ頑張るぞっていう風になると、なんか次から次へと、まあいろんなことが起きると。はい、まあそれが人生なのでしょうか、わかりませんが、何から話をしていいのかちょっとわからないですけれども、私がですね3月の3日に京都に行ってまいりまして、でまあ京都から、帰ってきて、ですぐにコロナになってしまいました。はい、あのね喋り出すとごめんね、ちょっと咳込むので、動画撮るのもねちょっとまだ早いのかなとも思うんですけれども、やっぱりみんなねルイちゃん動画上がってないなっていうふうに思ってくれてると思うし、そういうコメントもいただいたので、お聞き苦しいかもしれませんが、しばらくお付き合いいただきたいと思います。私はねインフルエンザにもなったことがなくて、もう子供の頃から、生まれてからですよね、生まれてからインフルエンザになったこともなくて、で自分の息子たちがインフルエンザにやコロナですねになって もう同じようにこう一緒に生活してて、もう本当に近くにいたり、コロナなんこの間なんかは次男がコロナになった時なんかはもう同じペットボトルをこうねこうのの飲み合いっこしてるぐらい の生活をしててもならなかったから、まあ私はならないんだと、まあインフルエンザもこの51年間なったことなかったし、ちょっと待って、お見苦しいからちょっとマスクをし、ちょっと考えが甘かった。まあ甘かったっていうんじゃないんだけども、うつるのはうつるからしょうがないのかもしれないですけれども、もともとねその3月3日に次男と京都から帰ってきて、そしたらうちの夫が喉が痛いんだっていうのがきっかけっていうか発端でございます。でやばいんじゃないみたいな、やばいんじゃない、もしかしてインフルとかそうなんじゃないみたいな。で夫はねついこの間インフルエンザになったので、でまたなんか移ってきたんじゃないみたいな、そんな感じで軽く話をしてました。でも本人はその次の日ですね、月曜日に普通に仕事に行きまして、でまあ喉の痛みは治ったということを言ってたので、ああ風邪かみたいな、そんな感じだったんですよね。そしたらその月曜日の、ちょっとお昼前ぐらいに電話がありまして、ごめんとコロナだったみたいな感じで言われまして、でガガガガーンですよね。でコロナはうちの長男もなってるし、単独でなってるし、うちの次男も単独でなってるし、夫がなったのは今回初めてで、またやってきたかみたいな、我が家にね、そんな感じだったんですよ。そしたら仕事を休まなきゃいけないということで、休み体制に入ったんですけれども、そしたらその次の日から今度は私が喉が痛くなりまして、
私ね、もともとこの喉から風邪をひくタイプなんですよ。だから私風邪かなみたいなでも夫がねコロナだし、これはちょっと検査を受けなきゃなみたいなさ、でその時はもう本当に喉の痛みだけだったので、喉飴舐めたりとかしてただけなんですけど、そしたら熱がどんどん上がりましてですね、私さっきも言ったけど、このインフルエンザとかそういうすっごい高熱とかっていうのになったことがなかったんですよ。その40度とかさ、そういうねなったことないからびっくりしてね、私こう自分の体温ですかみたいな。でも体が痛くて痛くて、もうこう節々が痛いっていうんですか、関節痛っていうんですか、もうそれでねまあやっちまったなみたいな、うつっちまったなみたいな。でまあ家庭内感染といいますか、うちの長男にもうつりましてですね、まあ長男も喉が痛いっていうところから始まりまして、でまあ今日からですね、今日から長男は仕事に行きました。夫はもうちょっと前から行ってるんですけど、で私はもうなかなかね、このなんだろう、この咳が止まらないっていうのと、この息苦しさが、まあ咳するからだと思うんだけれども、治らなくてで今日ね大学病院の受診日だったので行ってきて、でまああまりにもここをね息苦しさがひどいもので先生に見てもらったんですけども、肺炎ではないっていうことで、まあとりあえず咳止めね飲んで、でも本当にもうしょうがないというか、もうコロナになってしまったのでね、まあ、あとはもう経過を追って治っていくのを、まあ、待つしかないみたいな、そういう感じになっております。本当に嫌なってね、みんなもそうだと思うけど、もうこんな辛いんだみたいな、辛いって聞いてるし、どの人、コロナになった人、すべての人曰く、もう二度とかかりたくないって言うからさ、どんなもんなんだろうとかってね、思ってましたけれども、ああ、こういうことか、みたいなのをね、しみじみと今回実感しましたね。はい。でね、これからね、まだ、今まだ流行り始めているらしいので、インフルエンザももちろんそうですけれども、まあ、感染症ですね。はい、皆様も気をつけていただきたいなっていうふうに思います。で、もうそういう話ではもうなくて、今ちょっと前置きとしてお話、現状をお話しさせていただいたんですけれども、病院ってすごいなっていうそこです、はい、を今からね雑談としてお話しさせていただくと、まあ私はもう、ほぼっていうかもうほとんど大学病院の方に全部お世話になっておりまして、それはそれで理由がありまして、私がこう精神科に通っているっていうこともあるので、お薬とか要はそのカルテですね、カルテを一色単にしてなんていうの、経過を見れるっていうか、どの先生がパソコンをパッと開いても私というのが分かる、
それを私は望んで大学病院に全部まとめて通うようにしております。はい、それはもう私とうちの家族で決めたことで、今までは精神科は精神科、内科は内科みたいなさ、整形は整形とか皮膚科とかいろいろね、バラバラだったんですけれども、やっぱり不便なこともありましてですね、やっぱりこう何お薬の情報、まあお薬手帳ありますけれども、そういうふうなのの共有とか、あとはもうこの私の、まあ、精神的な状況ですね、それがやっぱり私に聞かなきゃわからないっていうこと、医師からしたこの判断っていう風なのは分からないっていう風なこととかもちょっとね、今までにずっとあったので、そういう風にしてるんですけど、それのおかげでね、今はスムーズに、治療が進んでおります。内科にしても薬を出す時には、精神科だったりとか脳神経内科の薬をチェックしてもらって、で出してもらえるようになってたりとか、前回の私のね受診の様子はどうだったかとか、そういう風なのももう全て書いてあるし、いつ採血をしたかとかね、採血の結果はどうだったかとかっていうのをもう本当にほらパソコン内でボンと見れる感じだから、すごく私患者にとってみたらすごく、なんだろうな、生きやすいというか、受診しやすいというか、はい、そういう、メリットがあります。はい。でも、ね、急な、やっぱり発熱だったりとか、急なことになったりとかすると、やっぱり大学病院の先生っていうのは、曜日で出てたり、出てなかったりとか、するので、ね、そういったところはまあちょっとね不便なところはあるんですけれども、まあ、近くのね内科に行ったりとかするんですけど、今回のそのコロナもまあ急なこともありまして、まあ近所のね内科に行ったというわけでございます。いつもそんな感じで対応はしてるんですけど、風邪ひいたとかさ、そういう程度ね、でその内科、近所の内科で、まあ、一応そのコロナになった時に咳止めと、あとその時はロキソニンをもらった後、喉の薬ともらって、で、まあ、終わるんですけど、どうなんでしょうか、そこそこの先生の考え方にもよるのかもしれませんけれども、受診がねやっぱりコロナ疑いでいくね、もう熱が高熱だから電話していきますよね、何度あるんですけどそうすると駐車場の自分の車の中で待っててくださいって言って、自動車の車番なんかも電話であらかじめ伝えておいて、でまあコロナの検査したりとかするんですけど、やっぱりほらコロナだから、なんだろうな、他の患者さんとはもちろん接することができなくて、でも先生と私だけでもうやり取りなんですよね。で、なんだろうな、お金の計算もお金も受付さんがこう来てとかいう、そういうんじゃなくて、もう先生が保険証取りに来たり、お金取りに来たり、お釣り持ってきたりとかっていう、そういう感じでございました。それは今までの、次男がコロナになった時も同じような感じだったので、なんとなく分かってはいたんですけれどもね。で、要はコロナだから触られないのよ、触られないの、
で私がねぜいぜい言ってて喉がイガイガするし咳も出るからあの息苦しいのよね。で息苦しいんですっていう風なあのねことを先生にお話ししても、あの先生はじゃあそれに対して薬は出すねって言ってくださるんですが、実際こう私のねこの肺音っていうの呼吸音っていうのをこう聴診器で聞いたりとかで、ここのリンパがちょっと腫れてねあの痛かったんですけど、そういう風なのもこう触診するっていうことももちろんなくって、うん、もう本当に応急というか簡易的な診察というか、うん、そういう風な感じ、まあ仕方がないんですけどね、そういう風な状況なんですよね。で、まあそれはね、あの先生もあのかかってはいけない、移ってはいけないものなので、仕方がないなっていう風に思っていたんですが、今日ねあのその大学病院に行った時に、で私がねあのなかなか治らないと、でもかれこれ1週間以上は経ちましたから、もうだんだんねみんなこう職場に出たりとかさ、普通に外に行ったりとかできる、もうねもう感染力がないから、もうそれそういう風にできる頃なのに、もう全然こうなんだ息苦しさっていう風なのも変わらないし、でたらもう先生が何ですかこの指にピッてするやつ、パルスオキシメーターですね、それなんかもしてくれたりとか、あと先生がこの聴診器で私のこの胸の音、あと背中の音を聞いてくれたり、あと呼吸を見て、私の呼吸の数っていうんですか、わかんないけど見てくれたりとか、そういう風にしてくれて、私がねコロナのまあもう今もだいぶ経ってるから感染力はもう全然ないからだと思うんだけれども、ものすごく丁寧にね見てくださいまして、でなんか嬉しくってね、でなんだ患者というものはどんなのかわかんないけど、私がこのコロナになって思ったのは、なりたくてコロナになったわけじゃなくて、みんなそうだと思うんだけれどもね、みんなそうだと思うんだけれども、なんかコロナとかインフルエンザってまあ感染力も高いからしょうがないのよ、本当にしょうがないんだけれども、もう本当にこう寄らないでみたいな、寄らないでみたいな、そういうねオーラがやっぱりあるから、それ仕方ないのよ。それは分かってんのよ。それは分かってんの。そういうことが言いたいんじゃなくて、その、なんか、バイキンみたいな。言い方悪く言えば、バイキンなのよ。だからもうなんていうの、とっとと帰ってほしいみたいなさ、分からない。そういうふうに思ってるのかどうか分からなくて、私が勝手に、被害妄想かもしれないけど。私も本当に周りのことがなんかいろいろ気になるタイプで、だけど先生はまあそんな患者さんいっぱいいるからかもしれないし、私がもう移す力がないっていうか、移すところじゃない、もう日にちも経ってるからっていうこともあるのか、もう普通の患者さんみたいな感じで診察してくれたっていうことがすごく嬉しくてね、でもうここの胸が痛かったから、肺炎になってるかなって、それがすごく心配だったけれども、ね大丈夫よみたいな、で言ってもらえて、でね今日の診察代ですけれどもね、3割負担で450円なんですが安くないですか？安いだと思いますよね。だってこの450円でね、
安心できるというか、うん、まあ、これでね、重篤な状態だったらそうは思わなくて、私も肺炎になって長かったから450円って安いなっていうふうに思えたのかもしれないけれど、ね、先生もリスクをね、負いながら診察してくれて、で、この450円っていうのは、ものすごく安いなっていうふうに、思いました。うん。で、病院ってね、治してもらうところでもあるけど、どっちかというと、安心をいただきに行くところっていう風な私は認識で、で、前にね、私もこの大学病院に通っている歴が長いんですけれども、私依存性がすごく高いんですよね。だから先生ってなってしまう、病院っていう風になってしまう、病院の先生が助けてくれるっていう、そういう依存が結構強いっていう風に言われて いるんです。だからその病院に行くことで先生にこう、精神科でもそうですけれども、こんなことがあった、あんなことがあった、こういうことで辛い、こういうことが嬉しかった、こういうみたいな、そういう風な話をして、で、安心して帰ってくるんですよ。要はこう先生というこのプロに話をして、あ、そうですかね、こうした方がいいねとかね、話を聞いてもらうだけでもいいんだけど、アドバイスもらったりとか、そういう風にすることで自分が安心して落ち着いてこう帰ってこれるというので、私はこの毎回3割でこう支払っているこの受信料っていうのは安心のお金として払ってて、それが500円ね、ワンコイン以内で収まるっていう、それがすごく感謝だなみたいな感じで思っているんです。で、病院ね、人それぞれかかり方っていう風なのは、違うと思いますけれどもね、うちの母とかうちの夫とかは病院が嫌いなので、あんまりね、そういった感覚では病院に通ってないと思うんですけど、何かあったら、病院に行って、検査してもらうなり、症状をね、見てもらうなりして、何でもなければさ、そこで、ああ、よかったって思えるし、何かあったらあったで早く治せば、ね、今の医学は発達しておりますのでね、何でも早期発見で治りますからね、治らない病気ももちろんありますけれども、という感じで、病院ね、嫌いな方も結構おられると思うんですけれども、私みたいに病院お医者さん依存症なのでにしてみると、辛い中でも病院に行って、安心してよかったなって思って帰れるという、そういうのがありますね。はい。で、咳が出るので、喋ってればもっとね、今いっぱい出てると思うんですけど、こう待合室すごい広いんですけど、ザーってこう大きいなこの待合室っていうかロービーみたいなところで、やっぱりこう咳込んでると、なんか他の人に申し訳ないなみたいなさ、思うんですね。で、今日はこれ今1枚ですけど、今日は2枚マスク重ねていって、
っぱね、感染も私からは移らないとは思うんだけれども、やっぱりね、念のためにそれも咳もしてるから、あの人って、あの人もしかしてコロナ、インフルエンザみたいな感じでさ、やっぱ思われると嫌だから、うん、そうなんだけど、コロナなんだけど、うん、ね、なんかそういう人の目気にしちゃうの、うん、みんなそうでしょ、うん、やっぱり咳してたりとかすると、あの人大丈夫みたいな、寄らないでおこうみたいな思うじゃない、うん、だから今日はちょっと念入りにして行ってきました。もう本当に今日待ち時間もなくね、行ったらさってもうすぐ先生だったからよかった。これがね、いつも結構長いんですけど、まあ、ちょっとその時のこの患者さんの混み具合によって、ちょっと私のね、私予約ですけど、こう前後されるので変わってきちゃうから、待ち時間が長い時は予約でも1時間半とか平気で待ちますので、そこのところちょっと今日はね、体調悪い中だったからさ、もうすぐ見てもらえてよかったなと思うんですけど、その待ってる間もね、あんまりほら、咳コホコホしてるとさ、周りもさ、やっぱほら、体力的に弱ってる方とかが多いと思うから、ね、何かこう私が原因でこうその人が具合悪くなったりとかすると悪いしさ、うん、今日は本当にスムーズに終わってよかったなっていうふうに思いますっていう感じで、まあ、病院のかかり方というふうな感じで今日は雑談させていただきましたけれども、やっぱり皆さんのところも同じですかね、うん、やっぱり町のそこのお医者さんとかになると、やっぱり駐車場で、うん、自分の車の中での診察になるのかな、やっぱそうですよね。でうちの母もなんかインフルエンザになったっぽくて、で今日母は自分の近くのところの病院に行ったんですけど、まあそこでも車の中での診察だったっていう風な話だったので、やっぱりそういうもんなんだろうなみたいな感じで、はい、まあ仕方ない話なんですけどね、うん、感染力がやっぱり高いですから、先生も移ったらね、もう本当に病院がねやっていけませんからね、うん、な感じで、という感じです。はい、で私みたいに病院に行くことによって安心できるというか落ち着くというか、うん、そういう方もきっとおられるんじゃないかしら、うん、病院嫌いな人もねもちろんいると思うけど、なんでまあ私はまあ何かあったらすぐ病院みたいな、うん、そういう感じでございます。はい。ということで、ちょっとね、お聞き苦しいと思いますので、ちょっとおしゃべりするのはこの辺で終わりたいと思います。はい。で、ルンルンチャンネルの方の、動画が、美容の方の動画なんですけれども、編集が途中になっております。で、髪型私変わってしまったんですけど、髪切る前の、私でございましてですね、ちょっと随分時代遅れの動画になるかと思いますけど、もう少しちょっとね、起きて入れる時間が、できましたら、ね、体的にもできるようになったら出しますので、本当にね皆さんお待たせして申し訳ございません。それでは皆さんもね、お体気をつけて、お過ごしください。それでは最後までご覧くださいましてありがとうございました。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。またねー。